冒険家の皆さん、こんにちは。今日はですね、僕がどうやってブログを書いているのかってよく聞かれますので、実際に音声入力しているところをですね、ちょっと記録しておきたいと思います。まずですね、これがその村ログ下書きっていう Google ファイルの、Google ドキュメントのファイルですね。はい。で、ここのところに、ちなみにこっちは目次、これも目次なんですけど、はい。一番最初のところにこの空欄何もない、これがですね、いつも使っているもうひな型みたいなのがあるんですね。で、例えば一番上にクリエイティブコモンズのライセンスがあって、その下に画像を入れるところがあってみたいな感じで、HTML のタグとかも入っています。はい。で、ここまでを、このテンプレートにその上に直接書いてしまうと、その次に使いにくいので、ですね。はい。今それを、今こういう2つできましたよね。2つ目のところが、今日書くところです。一番上のところはテンプレートとして残しています。はい。で、今日はですね、で、書く内容については、Google Keep の方にですね、内容をちょっと覚書きみたいな感じで、出しています。はい。はい、今ちょっともう一回やりますと、Google ドキュメントはですね、ここにカレンダーとか Google Keep とか、これタスクとかですね、こういうものが、ショートカットがあるので、そのうちのここを押すと、Google Keep のメモがいっぱい出てくるわけですね。はい、このふうに。はい、で、これがですね、例えば歩きながらとかでも大体どういうことを言おうかっていうことを、ここに入れておくわけですね。はい。で、ちょっと待って、今これがあると少し見にくいので、ちょっとこれを、はい。はい。レイアウトの部分のアウトラインのところを消したところです。はい。で、じゃあですね、これを見ながら、音声入力をするところをちょっとやってみたいと思います。あ、結局これ入れなきゃいけないか。はい。はい、ボイスタイピングですね。最近のヒンディー語の勉強方法。この辺は、画像とかも後で入れますけど、ちょっと、それはもう後でやりますね。最初に書くときには、やらないです。はい。で、ここを見ながら、これに沿って、話していくわけですね。書いていくわけですね。はい。さて、最近のヒンディー語の勉強方法について、久しぶりにブログに書いておきたいと思います。以前の僕の、ブログでは、記事では、というフラッシュカード、的なアプリを使ってみようということを書きました。しかし実はそれはその後使わなくなってしまっています。なぜかというと、やっぱり既製のものはカスタマイズがしにくくて、特に僕のようにヒンディー語の映画を通して、ヒンディー語のボキャブラリーを増やしたいと思っている。場合には、ふさわしくない仕様になっているからです。それで今はどうしているのかというと、Google フォームに僕がデータとして記録しておきたい項目を Google フォームに作って、並べて、それに入力したものを Google シートで
復習するという形にしています。Google シートでは、こうした形だと、重宝されている つまり間隔を置いて反復するソフトウェアが使えないのですが、自動的に最適な例えば新しいものから順番に復習するようなことはできます。Google フォームで Google シートにデータを追加しておくと、基本的には一番下に新しいデータがどんどん入っていくのですが、Google フォームで入力した内容は、それを入力した日時がタイムスタンプとして記録されます。このタイムスタンプは、一番左の列、つまり A 列に入力されていますので、A 列を基準に数値の多いものから少ないものへ並べ替えるという操作をすると常に新しいものから復習するということができます。なお以前は Google Play というアプリでサービスでインド映画を見ていたのですが、最近は YouTube で見るようにしています。Google Play で購入した映画は YouTube でも購入済みの一覧から視聴することができます。なぜ YouTube の方がいいかというと、語学の復習に便利な機能がいくつかあるからです。その一つはショートカットキーです。YouTube では何秒か戻りたいときにはキーボードの J のキーを叩くと巻き戻すことができ、キーボードの K で一時停止することができ、同じくキーボードの早送りすることができます。こうしたショートカットキーが Google Play ではないので、今の部分よくわからなかったからもう一度聞きたいというような時には、やはり Google Play よりも YouTube の方が便利です。
もう一つは、YouTube の場合は、URL で開始位置を指定することができるという点です。YouTube の画面で共有のボタンを押すと、その URL、その動画を最初から再生するための URL をコピーすることもできますが、そのすぐ下にある開始位置というチェックボックスにチェックを入れると、今再生している部分から再生を始めるための URL をコピーすることができるのです。つまり、その動画の中で覚えたい特定の表現が使われている場面から再生するための URL を作ることができるのです。これは普通の URL の YouTube の URL の後に開始後何秒後から再生するかを指定する形になります。例えば t イコール60でしたら、ちょうど動画の最初から1分経ったところから再生を始めることができるわけですね。なぜこのようなことをしているかというと、やはり新しい表現を覚えるときに、どこで誰がどのようになぜその表現を使っているのかという文脈がある方が覚えやすいからです。僕自身も実際に僕はヒンディー語をドゥオリンゴというアプリでも勉強しているのですが、日本語のこれにあたる表現がこのアプリで何回か出てきても覚えられなかったのに、今見ている映画でに同僚が紹介される場面で使われているのを見たら、
一発で覚えることができました。もしかしたら、記憶力の高い記憶力を持っている人でしたら、フラッシュカードなどで何の文脈もなしに覚えることができる人もできるだろうとは思いますが、一般的な学習者にとっては、このような文脈があることは非常に記憶に役に立つのではないかと思います。そして冒険は続くという形でこういうふうにあるわけですね。ここに参考資料っていうのは今の僕のムラログの中で、前のこのメモライズについて書いたところとかを後で入れたいと思いますが、とりあえず録画はですね、この辺にしておきたいと思います。失礼します。はい。